が、トランプ大統領にしては、選挙から今までは彼は中国共産党が親友 できない、親友してはダメと明白に強調していました。貿易上も誠実ではなかったんです。WTO の条例も違反し、騙し、すべて力でコントロールし、世界のルールから自分たちの利益だけを満足させてきました。これは経済的な問題だけではなく、殺人です。世界中の人々たちを死亡しています。They violated the WTO. They've done everything in their power to try to game the system for their own advantage. And what we're seeing here is not just an economic issue. It's killing people. People all around the world are dying. And これは、世界、これは経済的な問題ではなく殺人です。世界中の人々たちは死亡しています。もし中国共産党が初めから真相が公表しているなら、たくさんの人の命が知らずに済んだです。トランプ大統領が1月から中国からの入国を禁止したこと、3月9日まで、今でも入ってっから、ありえない。これは人災です。もっとひどくなってるでしょ、言ってるでしょ。ひどくなってます、日本は。ここからです、日本がひどくなるのは。日本少ない少ない、嘘です。検査してくれません。東京はほとんど検査しません。どんなに辛い、どんなに熱が出てても、東京は一切検査してくれません。この早めの行動により効果がとても大です。もう外国に行った人と の接触があったり、外国に行った経験がないと、外国に行ったっていうそれがないと見てもらえません。熱があった。